こんにちは、修華堂の田中です。今日はですね、素材の力の展覧会も、早めの中身かな、火曜日になりました。いくつかの作品についてちょっとご紹介していきたいと思います。まずこの池田さんですね、池田輝政さんの作品ですけれども、これラデンの蒔絵の作品ですね。でこれね、とにかくこの蒔絵をちょっとサイバーなこう SF 的なモチーフでやったっていうこの意外性がものすごく非常に国内外で評判になっているところですね。すでに大変な人気でちょっと入手がもうすぐ難しい、これは今回池田さんにもちろん、特別に作っていただいたんですけども、ものすごく細かいこのデジタル数字がいっぱい並んでて、ちょうどねこれ昔映画であったマトリックス の, タイトルバックのモチーフ、それが結構ね、参考になってるんじゃないかなと思います。これをですね、蓋をちょっと開けてみますとですね、この、口の部分もこれもちゃんとまたこの青貝の、細工になってまして、こう視点を移動したり、するとですね、こう光がこう移動するようなね、そういう格好になってます。はい、このモチーフの中にあるこのなんだっけ、デザイン数字はですね、こちらのようにこういうこれね、大きな声で消すと吹き飛んじゃうんですけど、このこういう、螺鈿を、螺鈿というか、こういう貝ですね、貝の表面削ったものをレーザー光線でこう切り取って、材料にしてるんですね。でこういうものを、一つ一つ、こういう木のでできた、茶入れの素材の上にですね、乗っけていくという、ちょっと気の遠くなるような作業でできています。はい、ということで次回ですが、池田さんの作品の説明でした。はい、ありがとうございました。